るくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さらちゃん見てる、くるぶしです。ちょれですよー。はい、よっしゃー。さあもうどんどん行きますけれどもね、今回も我が家からちょっとあのブッシーがちょろっとだけ出てってる時に、うん、結婚式の DVD をちょっと見せてもらってたんです。あ、そうなんですか。うん、俺がいたやつ。そう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 、まあ、いやーもうとても感動的やったね。いいね、いいもんですよ本当に。俺絶対やりたくなかった人なんですけど、やっぱ嫁と母のためにやったんですけど、やっぱねやってよかったなって思う。いやーちょっと泣けるよね。俺出席したかったわちょっとね。あーそうやね。いやほんまにね、もう一回やってや。でな、まあ、DVD の中で、うん、ヒストリーみたいなね、二人のプロフィールムービーみたいなのがあって、サッカー部やってんの。あ、サッカー部でしたね。いやー前の動画でもガンバ大阪のモノマネしたりして、やっぱサッカーが昔から好きだったんですよね。そうや、そうやわ。小学校がサッカー部で、うん、中学は剣道部、高校がまたサッカー部に戻って、サッカー剣道サッカーなんや。そうですね。サッカーボールの上に M 字開脚してやってましたね。剣道の大会では小手でしか勝ってないからよう見てるね。ちょもちゃん何部だったの。俺はね、中学校の時は軟式テニス部。意外なとこ来たね。ほんま、なんかバスケとか。あ、でもね、バスケもやってた。1ヶ月だけ。1ヶ月だけ。そう、でも中学校のバスケ部弱くて、ほうほうほう、でテニス部がめっちゃ強かった。全国の上昇校やったの。へぇー。だから、すげぇ。じゃあ、そっちの方がええなぁ、つって。ほんで、テニス部に変わった。そうなんだ。うん、そうそう。ほうほうほう。だからバスケ部やったのは1ヶ月ぐらい。バスケも好きやねん、めっちゃ。この時期になると、ちょっといろいろ思い出しますけど、はい、あのやっぱその運動部の女の子たちが、あのやっぱ日焼け止めを塗り出すんですよね。ああ、なるほどね。うん。で、俺な、食べ物は、さくらんぼ、いちご、桃っていう順番に好きやけど、匂いで何が一番好きって言われたら、日焼け止めの匂い。変わってる。なんか、どんなにいい匂いの香水をつけたとしても、俺は日焼け止めの匂いに勝てるものはない。コパトーン。何？メーカーはこだわらん。コパトーンとか別に何でもいいねんけど。何でもいいんだ。うん。やっぱ独特の匂いするやん、日焼け止めって。俺わかんないかもしんない。めっちゃいいってなる。だから多分それって当時、思春期にいいなと思って嗅いでる匂いやから、もう多分刷り込まれてるんやろね。確かに思春期とかのそういうさ、なんか感じたことっていうのは残るよね。うん、いやほんまに。マジで。まあ、だからなんかその日焼け止めの匂いをなんかこうすれ違った人とかが、ふわってさせたりしたらちょっとドキッてすんもん、やっぱ。ああ、そう、うん。今でも。今でも。じゃあ、チョモのライブに行った人は、みんな日焼け止め塗り出すかもね。なるほど。なんか好きな匂いとかないの？好きな匂いはマンコの匂い。ごめんね。マンコの匂いとそうだなとは。なんだろうな、柔軟剤の匂いとか。こうや剣道部とかやとさ、やっぱその。ダメダメダメ。剣道部は臭いから。そうやんな。防具が臭い。そうやね。もうあれって、洗われへんねんもんな、そうそう、やっぱ。雑巾を80年ぐらい発酵したような匂いだ。マジで。夏場とかきついぜ。いやー、剣道部夏、ちょっと見てられへんわ。確かに。裸でやったらいいのね。ごめんね。裸剣道やばいな。はやんちゃう。面倒こてちんみたいなね。ごめんね。面倒こてちん。で、あの、今回で、ともちゃんのそんな、匂いフェチだって、まあ、前から噂は聞いてたんですけど。ああ、すげえ。俺のことめっちゃ好きやん。俺好きじゃないとやってねえだろ。なんか見たことあるそれ。裏ルートから仕入れたものをですね、ちょっとチョモちゃんにプレゼントしたいなと。すげえ。ちょっと、日焼け止め香水まあね、ちょっとニュアンスは似てる。あ、そう。ニュアンスは似てるけど、うん、今回ね、あのチョモちゃんにプレゼントするのはこちらです。チシャン。女子高生のジャージの匂い。はい、今回はですね、チョモちゃんにですね、こちらの、女子高生のジャージの匂い香水。そんなもんどこで仕入れてくるの。タマトイズさんという変な名前。あれなっちゃう。タマトイズさんという、会社が出してる、女子高生の汗とフェロモンが混ざったジャージの匂いを再現。
や、再現って下着や衣装に匂いのアクセントを使いやすいスプレーアトマイザー青すぎる開封してチョモちゃんが好きな匂いなのかというねサーチをしてみたいなと思います。ちょっと開けて開けていきますよ唐突はい、じゃあこちらいきます。お、なんかもうこれだけだね。すごい無機質。いや、ほんまによ。うーわー、こんな感じです。うーわー、マジかよ。いやー、これの中に女子高生が入ってんだよ。思春期の淡い思いが蘇る。うわー、匂い嗅いでみましょうか。じゃあこのジャージの匂いという、商品をですね、僕のジャージに吹きかけてチョモちゃんにクンクンしてもらおうかと思いますんで、僕のジャージもこれをかければあら不思議、一気に JK の香りへと。あの、うん、スポーツ後の汗が染みついた青春の香りってそんないい匂いじゃないんじゃないのこれ。いやー、でも女子はいいよ。俺は好きやな。もうさ、こういう系のグッズに必ず書いてるこの本製品はジョークグッズです絶対書いてるよね。絶対書いてるな、ジョークグッズ。本気にしないでってこと？あ、そういうこと。しかもさ、さっきからこれちょっと見てるんですけど、周り。普通さ、こういうフレグランス系もそうやねんけど、はい、何が入ってるか、成分表みたいな。はいはいはい、はい。書いてるやん、はいはい。これ何にも書いてへんな。とりあえず、匂ってみるか。あ、じゃあ、股間のとこに。股間にシュシュしたいと思います。いい感じに毛だらけなんだけど。あ、でも来てるよ、もう匂いが結構クンカクンカしていただいて。うわ、あ、待って、すげえくせえ。ちょっと待って今一瞬来たよなになに。あ、これ近くで匂うんと離れて匂うんと匂い違う。え、離れての匂いがえげつい。あ、俺今えげつい。えげつい。めっちゃ臭い、この距離。こう行くと、うん、臭いけど、うん、まあいい匂い、匂い。いや、いい匂いではない。うわ、待って、臭い。あ、これきつい、これきつい、これあかんわ。これダメです、ダメダメ。マジで？うわ、もうなんか、うわ、腐った匂いするやん。待って、いや、もうほんま、もう、アホなん、こういうの作るやつ、マジで。ほんま、どいつもこいつも。吐きそうなんだけど。いや、ほんまにほんまに。あかんあかん、これあかんわ。うーわー、あかん、もう、ちょっと待って、俺この距離あかんわ。もうこれ、洗濯機入れよ。これやばい。これ、ちょっと待って。あの、まとめらんない。うん、まとめられ。やば。臭すぎる。あのさ、この時間経てば経つほど臭いな。そうだね。今もうエグいもやばい。ぐ、マジで、マジで吐きそう。だって女子ってこんな匂いするの？ぜえぜえ。いや、もっとなんかフローラル的な香りがするのかと思った。うわー。こらかんわ。やばいね。うん。これもう、すがらを。これもう罰ゲームやもん。そうだね。うん。うわー、これ罰ゲームやん、マジで。くんかくんかとか言ってられない。言ってられん、言ってられん。これはね、厳重に保管しましょう。ゲロみたいな匂いだよ。いや、そう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 。いや、マジでマジで。ほんまに近い近い。うわ、こんな感じですね。はい、ちょっとあの、二人ともだいぶテンション下がりましたけど。やばいよ。女子高生のジャージの匂い、あの、嗅いでみたいなと思った人は、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。この後いやもう俺らはマジこれバットボタン押しまくりたい、マジで。この後もモノクロゲなんだよ頑張りますね今回もご視聴ありがとうございました。よく冬場に寝巻きで履いてるジャージです毛玉だらけ